中尾登山は、登山流尺八の名跡。一般には、初代、中尾登山を指す。1876年10月5日、大阪府真ム郡にて、父中尾二郎兵、母三つの次男として誕生。本名は、中尾林さん。虚無像として、修行の後、1896年2月15日に、登山儀を創始。尺八は、江戸時代には、虚無像が独占し、 演奏する曲も宗教的なものがほとんどであったが、1903年の高月町をはじめとして、従来の古典尺八曲にはない新しい、都山流本曲を次々と作曲。また、古典尺八曲がほとんど独奏曲だったのに対し、都山は合奏曲の本曲という新しい分野を開拓した。大正時代に入り新進奏曲か、 宮城道浦と共に巡回演奏を行うなど、その頃急速に広がりを見せていた、新奏曲や新日本音楽の普及に貢献した。土産流は表員制度の導入など当時としては、画期的な運営もあり大組織の樹立に成功、古都古流と並ぶ勢力を一台で築いた。これらの功績により、1953年に日本芸術院賞を受賞。初代土産の子。 1944年1月9日、生まれ、本名、キ一。チ。1956年に12歳で2代目を襲名。武蔵野音楽大学卒。1974年10月12日に30歳で、創生。2代目と3の実母、本名、中尾連。2代目の旧姓を受け、3代目を襲名しと三流を引き継いだ。が、 龍の幹部島原穂山らの講演により家元県を主張。最終的に新都三流初代宗家を名乗ることとなり、また島原穂山は日本尺八連盟を設立するなど、都三流は分裂した、初代都産の孫、1948年生まれ、本名、正幸。1990年に四代目を襲名。ありがとうございます。